柏崎刈羽原発の事故を想定した訓練が昨日から始まり、今日は緊急事態宣言が出された想定で住民が避難訓練に参加しました。訓練は柏崎市と刈羽村で震度6強の地震が発生、柏崎刈羽原発7号機で原子炉の冷却機能が喪失したという想定で行われました。今日は岸田総理や関係閣僚も参加、原子力緊急事態を宣言します。現時点から避難、屋内退避などの対策を実施いたします。この後、原発から半径5キロ圏内の住民がバスや船、ヘリコプターなどで避難を開始します。避難所では県の防災アプリを使って受付が行われました。こういうところへ来る人はほとんど高齢の方だと思うんで、手書きがやっぱしょうがねえのかなという気はします。案外スムーズに避難もできましたので、有意義な訓練だったと思いますけども。明日は安定用素材の配布やスクリーニング検査などの訓練が行われます。